しょんぼり。R1 落ちちゃいましたよ。しょんぼり。落ちてバカムカついたけど、原因とか理由考えたらなんか納得もいったような気がしたな。結局音音響を使うネタで私はね、日本の曲の、まあ、カラオケ版だけど、でもそういうの使って勝ち上がるのはほんの一部というか、絶対ダメだよってルールはないけど、通すなら鬼のように受けてないと、なんかお金もかかるのかな、番組で使用なり DVD 済むとき知らんけど、そこまで受けてなかったってことなんだろうね。音響使用しときながら、確かに受かってる連中全部、ほとんど全部が全部とは分かんないけど、見るとほとんどが使ってない気がする。うん、自分の作った曲か音を使ってないか、ちゃんと自分のコントか、音に頼っちゃいはしたからな。音の力を利用はした。しょんぼりで、音使ったら絶対ダメかというと、音使っても鬼のように受けたらきっとうーんって言いながら、いやいや通すとは思うんだよ。申請とかめんどくさいとかお金払うのが嫌だろうけど、まあ何でもいいけど、そこまで受けてはいなかったんだろうな。受けはしたけど普通にはね。だから、図抜けて受けないとダメだ。追加もないだろうな、そういう意味では。追加なのに受からなかった、追加ぐらいは受けたのに受からなかった人ももう何組かいるのを知ってるから、そんな中音を使って申請という手間とお金使ってまで残したいほど受けてもいないと思うっていうのが1点。もう一個も言い訳でもないけど、無名でね、私は。これまた無名で、無名のやつは誰も通さないわけでもない。けど、無名なら図抜けて受けないと、同じぐらい受けた、もしくはちょっと笑いで、負けてても有名人を通す。それは知ってたし、ずっと言ってたしね、配信とかでも。だどうあれ私は図抜けて受けてなかったわけよ。滑ってもいないけど、まあ弱いとこもあったし、そうだから、まあ図抜けて受けなかった時点でおしまいだったんだな。楽曲を使用しちゃってた、有名枠でなかった、この二つは両方、超ド級で受けないと、オグさんとかみたいにかつての。突き抜けらんないんだよね。で、三つ目、何より、これでは結局受かんなかった理由。三つ目の理由は、人望を出してなかったんだよな。しょんぼり。緊張して
チンボ出すの忘れちゃったんすよね。この芸歴で緊張して忘れるかね。しょんぼりですよ。ボリション登録してね。